にそういう感じになっちゃってんの。中に入れさせて撮りたいのかな。どういう感じなんだろう。左右にスペース与えなくて、ここからここまで行くでしょ。ここから3バックのなんかダブルボランチがすげえ落ちてくるみたいな感じなの。遅い顔面脳震盪、しかもその脳震盪で倒れた顔面がさらに地面を張ってくっていうね。脳震盪ってでもすごいよな。でもなったことないけど。ない。あの時そうなんでしょ。岡山の時でしょ。岡山だっけ。顔面から落ちたやつでしょ。びっくりした。ここら辺傷ついてたの。あ、本当。ヒリヒリしてたの。ねえ、あれどっから記憶ないの。え、もうぶつかった時から。え、でもだからその時1点取ったの俺なんだよね。あ、そうなんだ。多分。うん。だけど誰が取ったか分かんない状態。え、なんで1-0なのって多分言ってたと思う。やべえじゃん。もうぶっ飛んですよ、マジ。記憶が。やっぱ勢いがねえよな、山田。なんかやっぱさ、ソリさんの時ってやっぱ走ってるからさ、勢いがあんのかな。まあ常に走ってるイメージはあったね、なんかね、みんな。うん。でも実際辛かったでしょ、選手として。でも辛いよ。前言ってたじゃん、なんか守備で走りすぎて攻撃の時も走れない。いやでもね、多分ね、なんか多分そこもあれだと思うんだよね、言い方だと思うんだよね。というと、要はさ、要所要所でやればいいよっていう言い方をすればいいんだけど、やっぱりさ、なんだろう、ディフェンス前の選手ってディフェンスのこと言われたらやっぱりやんなきゃってなっちゃうんだよね。ああ、なるほどね。そっちに比重いっちゃう。どうしても頭にないから、そもそもが、ここまでやってくれとか、ある程度限定だけかけてくれとかさ。でも決まり事はあるんでしょ。いや、あるけどさ、うわーと、いや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 、流されてもおかしくねえよ、マジで。今あんな持ち方してでしょ。なんかちょっと怖いんだけど。というと、え、ディフェンスの安定感もない。で、なんか野球だったらフライ取れねえみたいな。なんかちょっと浮き球に対して紳士力がちょっと足りない。紳士力っていうのそれ。強い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 。もう一回ぐらいやったらイエロー出ちゃう。そう。明らかにあのディフェンスを止めてる回数が多いし、9番の、まあ、さぬきとしては、ね、まあ、カウンター阻止、まあ、そうだねってことだからいいんだろうけど。監督からの指示って聞こえるの、聞こえるよ。あ、聞こえるんだ。あ、でも全員には聞こえない。奥の人には聞こえない絶対。手前の人には聞こえる。こんだけね、サポーターの声とかさ、音でしょ、聞こえないよね。うわー、アンパイ、いいよ。アンパイ、よかったらしいですよ。シュート打て。お前マジで打てよ、あんだけ空いてんだから。ディフェンスが来ねえじゃん、もう切ってんじゃん。まず狙いに行って、でシュートコースに立つから、それから中選択してほしいわ。せようとしたって合わないんだから。そんなにうまくいかないから。だってさっきのあれだってそうでしょ。蒲田周りの点だってセンタリング合わせに行ったわけじゃないじゃん。だってキーパーが弾いてでしょ。こういう方が点になっちゃうんだよ。だって相手もマンツーまでついてんの。どういう交代してくんだろう、マジで。
これ開幕戦でホームじゃな。うん、サヌキからしたらやっぱ勝ちたい。いや勝ちたいだろうけど去年最下位だからね。引き分けでいいっていう感じかもしれないよ。いやまあだから交代でわかるよね。どうする。なかなか動かなかったら多分こうあれだよね。いい感じじゃない？これで。やばいやばい。クリアがクリアになってない。あ全部拾われちゃっている。いやーこれきついな。たまたまあれ。こういう時ってさ、うん、全然攻められなくてフォワードの選手腐ってこないの。腐ってこないよ。あそうだってそういう時間は絶対あるし。へえ。って思ってる。なんかさボール来なさすぎて。降りてきたくなっちゃうじゃん触りたくだからどっち降りなくていいって多分ベンチに聞くと思う俺はね。自分の判断じゃないんだじゃない。まあだから監督がどう思ってるのかもう一発狙っとけっていうのか、うん、ちょっと落ちに行っていいよって早く投げろ早く投げろ分かった分かった分かった優しいフェアプレーショー。いやいやでもさ何がフェアプレーなのかな分かんないね、うん、勝たなきゃいけないんだよプロだもんね、うん、いやそれをやって、うん、ね結果何も変わらない何も変わらないんだったらいいんだけど、うんまあそうだよね、そのワンプレーでなんかそう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 そこで早くスローインを投げたら1点取れてたかもしれないとかあるもんね。そうそれは逆に聞きたいよ俺はって思う。でもそれはあれで選手個人の判断でしょもう。そうだけどさ、うん、でもなんかやんなきゃいけない風潮になってきてるじゃん。うん、なんかネットでさやっぱ書かれちゃうじゃんね。わかんない、そういうのを気にするかしないかは個人だろうけどさ、うん、例えば田中パウロ純一の名前がない。あ、本当だ。見たい、とても見たい。でもさ、ああいう風にさこうキャラ作っちゃってるじゃん、うん、ね監督からしたらさ、なんか適当に動いちゃってないのかな。あ、そうなんだ。ふざけてる感じ、わかんない。でもサッカーのあれで見てないからわかんないけど、でも例えばちょっと違うやつより普通のやつよりちょっとおちゃらけたら、うん、マイナスに映っちゃいそうだね。まあ ねファンサービス見えるけどね。ああいうのでわかんない。どうなんだろうな。パッとないからなんとも言えないけど、でもすごいよね。中やれんな、すごいよ。あ、入っちゃう入っちゃう。でもさ、さすがに今のところまで行ったらチーム支持はないでしょ。ないね、全くないよ。そうなんない。でもこうしろ、ああしろとかそんなないよ。どこまで攻撃、サイドから行けとか中央突破しろとかそのぐらいなの。だからその相手のシステムによってここが空きそうとか、うん、あここ使って今週は行きましょうとか、うんまあ、困ったらここ使おうとか。あ、じゃあ相手の分析はするんだ。もちろんもちろんもちろん。うわー劇的ー山川劇場でした。今回も山川劇場劇的松本山川すごい。本当に後半のこの時間に強い。負けることもあるけど何かが起きる。すごいよね、うん、山川劇場へようこそ。いやーきついこれは。きついたまたまあれはこれはきつい。これガチさんが言ってたけど12試合ぶりの勝利。 おめでとうございます山田さん。おめでとうね。よかったななみさん。いやきついでもさぬきはきつい。もったいね。もったいなかったな。マジもったいね。2失点とももったいない時間でしょ。うん、そうだね。そうか、前半のね、それが若さだよねやっぱね。それが若さ。若いからしょうがないっちゃしょうがない。ディフェンスリーダーだね。いやでもなかなかそこはさ全員の意思か。そう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 。